はい、and 次はこのテスラのエコノミーモデル、まあ言われてるモデル2ですかね。まあモデル9っていうのも呼ばれてますし、モデル A っていうふうに呼ばれてますし、まあとりあえずモデル2って、えー、分かりやすく言いましょうか。このモデル2の情報なんですけど、この情報は UBS からテスラの、えー、インベスターリレーションチーム その、えー、インタビューから取、えー、ったものなんですけどこのテスラ・インベスター・リレーションズは、えー、投資家情報チームっていうことなんですねなのでこの投資家情報チームからいろんなまあいろんな話題になってることのインタビューをしてた中でたまたまみたいな感じでこのモデル2の情報が出てきたんですねで まあ一番この大事な情報はこの発売日の発売期間のニュースですよね。みんなこのモデル2をワクワクしながらまあみんなワクワクしてるかなワクワクしながらお待ちだと思うんですけどこのエコノミーモデルは。 このインハウスのセルプロダクション、まあ電池の話ですね、バッテリーの話なんですけど、このインハウスのバッテリープロダクションがもうあのちゃんと正式にフリーアップエンドランニングって言ってて、まあちゃんと生産が順調にスタートした後じゃないと、このモデル2が発売しない ということなんですけどねでまあもちろんこのこの4680電池の話なんですけど、まあ、イーロンがまあずっと言ってたのはまあ今から18から18ヶ月あ18から18って言ったね12から18ヶ月ぐらいかかる でえー、生産スタートが、えー、かかるってはイーロンが言ってたんですけどまあこれが生産スタートでちゃんとフルでね順調に大量生産がスタートするのはだいたい2023年になるっていうことはこのモデル2は23年早くて23年にならないと出てこないまあ いろんなねメディアとか2022年とか言ってるんだけどまあ23年の方がまあちゃんとねメイクセンスっていうですかね、えー、まあなぜかというとね23年前にはこの新しい電池とかねが足りない足りないんですよねでこのエコノミーモデルももちろん、えー、大量にね 作られる大量に売られるモデルなので電池不足になるじゃないですか今でも結構ね EV メーカーが迷ってるのはこの電池の電池不足なんですけどはいなのでこの2023年ですよねでこの2023年って言っても大体2023年のあと ってていいいいう方方に見てた方がいいと思いますまあみんなねそこまでまあ結構まあ待ってた人がいるのかなまあずっとこのモデル2もね正式に発表されてないしただ噂のね風だけでねえー、みんなこのモデル2の話をしてるんですけどまあテスラにとってはこのエコノミーモデルはすごい大きいんですけどね 本当は今のテスラとしたらそこまでに大事なものじゃないんですよね。なのでまあ2023年が一番まああのメイクセンスっていうかそれが多分一番、えー、分かりやすい話かな。 ということになるんですけど皆さんはこのエコノミーモデルモデル2待ってる人がいるかなまあ僕もまあちょっとね興味を持って待ってるみたいな感じなんですけどどっちかというとサイバートラックは早くしてほしいっていう感じなんですけどね。